2四半期ぶりに改善しました。日銀の6月の短観、企業短期経済観測調査で、業況判断指数は大企業製造業で前回3月から2ポイント上昇の13ポイントでした。2四半期ぶりの改善でした。繊維や紙、パルプなどの素材産業を中心に価格転嫁が進んだことや、ダイハツ工業の生産停止の影響が和らいだためです。一方、大企業非製造業は前回と比べて1ポイント低下の33ポイントで、16四半期ぶりの悪化でした。